はいどうも、ズゴックレベル4です。今回は調整でも、新規定でもないズゴックレベル4に乗ってきました。理由はですね、はい。こちらのカスパーちょっと試してみたいなと思って今回は乗ってきました。このカスパー見てわかる通りね、格闘補正が非常に高くて、かつ、この機体ね、強連撃ついてるんですね。式薬と同じ 100%、80%、64% ってことで、まあ3回殴ればめっちゃ火力が出るよっていうような感じの機体なんですね。で、この機体ね、格闘補正が高いし、格闘火力もまあそこそこあるってことで、まあつまりは、例のあれに似てるんですよね。似てはいるんですけども、実際全然めっちゃ強いとかっていうわけじゃなくてね、クイマとかカスマで遊ぶ分には、おお、楽しいなっていう感じの機体なんでね、今回自分もクイマでね、ちょっと遊んで乗ってきただけなんでね、そこら辺は勘違いしないようにお願いしますってことで、ズゴックレベル4ですね。特にこう紹介することとかもないんで、今回はカスパとかをだけ紹介して、もう試合の方に移っていきたいと思います。はい。これ結構楽しいんでね、フルハンして使ってみてくださいってことで、試合の方お願いします。譲らないという意志を感じる。ムロムドア兄貴、絶対に無理だろ。即決。ボボゼロナナ兄貴、絶対に無理だろ。ベベゼロゼロゼロに兄貴、無理と言いながら出撃完了を押すとは。これね、おすすめのチャットがあるんですよね、これ。どこだっけな。前線で戦闘しますっていうチャット。これ、やる気が伝わるいいチャットね。さすがだ。ミグビットは困る。単独で支援権のやめ使おうぜ。雷さん兄貴、それでも問い続けろ。熟成反省こんがり焦げ肉兄貴、嵐かな。ジップ V 兄貴、うおお。ハイアールクシー兄貴、というかカンストとライバルになるエハレートならかわいそう。頭の悪い鮭兄貴、これ食い間やけんね。これグサ S エッチブンブン兄貴、グサ Y 極兄貴、グサあやめ G クジオンゼ兄貴、前線で戦闘します。ハッハフ兄貴、グサ犬大好き兄貴、ミョウガ兄貴、グサ。おっす。雷さん兄貴、もう味方頼れませんね。クイミリマロン兄貴、援護入らないと思われたかもです。ジョジュエン兄貴、今度はズゴック流行るのか。早め、ジークジオンゼイ兄貴、格が違うんだなこれが。いけ。月のお小遣いを増やしてほしいと懇願するアオちゃん兄貴、単独で狙うって戦場で使いたいの無駄にした格ねじ込む汎用の強襲の邪魔戦でもろく。これ支援機おるかな。ゲルジェですね。家庭の足らなさ。リーゼル兄貴、ゴンショジュです。なんでかみ。荒川先輩兄貴、何もかもが強すぎ。これ式薬となんじゃ、なんじゃねえか、これ実。これいつかじゃねえや。いやー、これ式薬となんじゃねえか、これ。ちいちゃいから当たりませんよ、この機体は。ちいちゃいから。強すぎんか、マジで。いいねー。いいねー。ズゴックレベル4、いいねー。これあれでしょ、ゲルググイエーガーレベル4。おい、いいねー。おい、いいねー。これ式薬刀じゃん、これ。これ式薬刀やん。これ式薬刀やん。やべえ、すんません。おい、式薬刀やん、これ。おし。はい、はい。ああ、やばい、カットされた。
ゲルキャかと思った。いい中継守ってるナイス。よし、いいよいいよ。夜明け取れるのいいですね。敵粉砕しすぎでしょこれ。あのねマジで困るんだけど、俺がさクイマンとかでさ、この4号というさクイックマッチでさクソみたいなネタ機体をこすってるだけでさ、こうちょっと活躍しただけでさ、こうなんかこれ流行りますよとか言うのマジ困るんですよね。ちょっと私遊んでるだけですからね、ちょっとカニでカニで格闘補正持って連撃補正使って遊んでるだけですからね、これ。ああ。あと頼む。あー先輩かました、知ってた。450コストレベル1機体に分からされとるこれ。よーしこういうところなんよね、こういうところね。はいはいはい、一回死んでた方がいいなこれ。おし、あー足を救われた。いやーカニレベル4強っ。これ式役徒と同じ強連撃ですよこれ。いいねーカニがうまいねー。あーいいよ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 、あーいいよ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 、カニがうまいねー。